テレビ改革党、テレビ改革党より高橋仁也が立候補させていただいております。テレビ改革党は日本にある様々な不公平を訴えさせていただいている政党であります。様々な不公平、何がありますかと言いますと、出産一時金という制度が国民健康保険にはありまして、だいたい一人出産すると40万円程度もらえてですね、それで産婦人科さんに支払いをする、そういうような制度であります。出産費用が払えない日本人がいないようにとして設定された制度でありますけれども、国民健康保険、外国人も使えるように民主党政権からなりました。これは永住者じゃなくても3ヶ月支払えば使えると、こういうふうに民主党政権が変えました。そしてですね、国民健康保険を使える外国人の方は日本で出産すれば出産一時金をもらえます。荒川区におけるですね、中国人住民の方の比率は 3% でした。この 3% の人たちがなんと荒川区のですね、出産一時金予算の 26% を給付されておりました。他の国の方々、日本人に比べて9倍も子供を産んでいることになります。明らかに異常な数字でありました。そこでですね、荒川区が対策としてですね、出産の確認をすると、こういうふうな仕様に変えたところ、なんと給付の申請が半減したそうであります。お父さんが荒川区で働いていて、その奥さんが中国で出産する、そういう場合にでも出産一時金40万円は支給されていたそうであります。さらにはですね、中国では金さえ払えば病院が本物の出産証明書を書いてくれると、そんなこんなで荒川区においては人口 3% の中国人の皆さんが出産一時金の40万円の 26% をもらっていた、こういうような事例が発見されております。今は対策されておりまして、中国の病院で確実に産んだことを電話して確かめるぞと言っただけで申請が半分になったそうであります。今までどれだけ国民健康保険の一部である出産一時金が騙し取られていたのかという証明になります。中国にある病院に出産の確認をするぞと言っただけで本当に子供が生まれていたとしたらば半減するわけがないのであります。このようにですね、日本以外の場所で生まれた子供のお祝い金40万円をなんで日本人が、日本国が出さなくてはいけないんでしょうか。たとえその家族が日本に住んでいたとしてもであります。こんなことを続けていたらですね、妊娠した旦那さんが
で日本に来て日本の国民健康保険に加入し、母国で奥さんが子供を産んで出産一時金を日本人からもらうために世界中から人が押し寄せてきてしまいます。このようなですね、恐ろしい制度、不公平は今すぐやめるべきであります。テレビ改革党は日本にある不公平を是正すべく訴えさせていただいております。この度テレビ改革党から高橋純也が葛飾区議会議員に立候補させていただきました。葛飾区においてはこの出産一時金支給について何らかの詐欺対策をしているかどうかを葛飾区議会で高橋純也が質問いたします。何もやってないということでしたらば、高橋純也が対策しろとさせますので、皆様高橋純也の応援をよろしくよろしくお願いいたします。